日の先橋は、埼玉県秩父市荒川尾野原と、道荒川日野の間にかかり、荒川を渡る、埼玉県道72号秩父荒川線の道路橋である。本橋梁は、橋町220.000メートル、総福院10.750メートル、有幸福九9.750メートル、島町170.000の一頭橋で、ワーレントラス城に組んだ釣り材を持つ、 アーチ橋の一種である中地式トラスドランガー橋である。このトラスドランガー橋は丈夫で揺れが少ないとされている。歩道は下流側に設置されている。橋の断面は車道側に一点五パーセント、歩道側に二パーセントの横断勾配が付けられている。景観割は左岸側から二十十四四点零零メートル、百七点零零零メートル、二十四点四零零メートルで、 アーチリブの高さは、桁の支障から30.000メートルである。小強し桁は、主景観のみならず、側景観と連続している。橋の北詰めには、道路の真下を横断するボックスカルバートの歩道がある。荒川の水面から橋の端面までの高さは、約60メートルである。橋は、貸士団旧域の深い谷に架けられている。また、右岸と左岸との高低差はなく、 対岸とほぼ水平に結んでいる。橋の南詰めはすぐ国道140号との交差点に至る。橋の名前は、橋が架けられている両岸の地名である日野と小野原の小技詐欺の巣を組み合わせた造語にちなむ。親柱には、橋が架けられている地域にちなみ、火を抽象化した球体の石像と詐欺の石像が両、爪に設置されている。橋は、 路線バスやコミュニティバスなどの公共交通機関の走行経路には指定されていない。また、国道140号を西部観光バスの三方神社線などが通るが、西部秩父駅、三部口駅間をノンストップで通過しているため、付近にバス停は存在しない。本橋梁は特定非営利活動法人シビルちづくりステーションによる、 関東地域の橋百選に選出されている。また、埼玉県知事賞も受賞している。詐欺菅原に架けられていた仮橋正治詐欺のス地区は、荒川村と秩父市との境界の谷に架かる水沢橋が開通するまでは長らく陸の孤島であった。付近の荒川には、橋は架けられておらず、荒川の向こう側にある荒川村の中心地へ行くためには、1981年3月に、 開通した埼玉県道72号秩父、荒川線の水沢橋を通って、一旦、秩父市に入り、下流に架か,かる船橋を渡る必要があった。日の先橋が架けられている場所のすぐ下流側にはかつて、日の詐欺の巣の渡しと称する船一層を有し、1884年に開設された渡船場が存在した。この土船場は1943年に仮橋が、 サギス河原にかけられたことにより廃止された。仮橋は木製で河原に杭を打って板を渡しただけの簡素な作りでほぼ毎年掛け替えが行われた。荒川両岸が高いため斜面を上り下りしなければならず、対岸への通行に手間取り難儀したという。1962年には生活必需品などの物資を荒川の対岸に運搬する林業で見られるような鉄柵が設置され、 これは、水沢橋が1981年に開通するまで使用された。現在は、仮橋は廃止され、河原に杭の痕跡が残っている。1985年埼玉県が事業主体となり1985年度からの7か年継続事業として、総事業費約17億円を投じ、1985年橋の建設に着手した。橋の設計者は、 倉方喜び夫で、橋の志向は宮地鉄工所、及び横川ブリッジが行い、仮設工法として、ケーブルエレクションシャツリ工法が用いられた。また、株子は逆 T 字兄弟2期及び重力式兄弟2基を設置した。橋は1992年2月竣工し、橋の開通式は、県と地元による、日の先橋開通行事実行委員会により、 同年2月21日の11時より橋の南詰めにて挙行され、国、県会議員や中村県副知事の他関係自治体の、町など約200名が出席し、まず開通を祝う式典が開催され、次に来賓によるテープカットやくすら回りが取り行われ、3組の3大夫婦を先頭に式の出席者全員による渡り染めが行われた。また、 開通記念のイベントとして2月21日から29日までの9日間、詐欺の巣地区の農家の庭先にて、高知の記録をテーマとした青空写真展が開催された。橋は同日15時から一般供用が開始された。同時に橋を含む埼玉県道72号の秩父市、荒川尾の現地内に存在した345.2メートルの普通区間の供用も開始された。 開通当時は荒川村に架かる橋であったが2005年4月1日の市町村合併により秩父市の橋となった2013年5月から2013年12月にかけて劣化した塗装の塗り替え及び昇番の補修工事が行われた工事の際は片側交互通行が実施された日の先橋より下流方向を望むポケットパーク 日野崎橋の周辺は荒川の河道付近において深い谷間を有する標高差の大きい菓子断球で、その両岸は比較的平坦な断球面となり、その右岸側に旧荒川村の中心地があり公共施設が立地する。また橋の北詰めにポケットパークがあり、そこに埼玉県秩父土木事務所が設置した日野崎橋についての詳細なデータを記した案内板がある。 また、橋の周辺は、国道140号の沿線付近を除き、県立武工自然公園の区域でもある。東橋の下流川、船橋との間に、橋桁がなく、飛び石状に配されたコンクリート製の丸い柱の列が、可動に設置されているだけの中の橋がある。もともとは、この場所には、吊り橋の旧船橋がかかっていた。ありがとうございます。